阪急バス伊丹営業所は、兵庫県伊丹市南町三丁目1番3号にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、伊丹営業所前及び、伊丹市交通局の南町住宅前、産業道路と JR 福知山線に挟まれた場所にある。兵庫県伊丹市内を中心に、尼崎市東部、川西市南部、宝塚市南東部及び、 大阪府と中市の一部に乗り入れる路線を担当している。また、そのだけ馬場へのシャトルバスも担当している。このほかかつては西宮市への路線も通年運行していたが、現在は臨時便のみとなっている。他の営業所と異なり、伊丹市には市街地を網羅する市営バスが存在するため、また、甘崎市では甘崎市交通局を前身とする。 阪神バス、尼崎市内線があるため、阪急バスの路線は、基本的にターミナル駅を起点として、郊外の地域や両市街へ向けて走行するものに限られている。1980年代から90年代にかけて行った、減便、減車や西宮方面の定期路線の撤退により、最盛期に比べれば規模は縮小している。かつては、 東営業所より南に600メートルほどの天ヶ崎市、稲寺にあった天ヶ崎営業所が当該エリアを担当していたが、県立天ヶ崎東園高校の開校を受けて1979年8月25日に移転し、東営業所を開設した。2002年2月1日から路線バスの運行業務は阪急電園バスに委託していたが、2019年7月1日に同社が、 阪急バスに九州合併された後は、再び阪急バスが直営で運行業務を行っている。阪神天ヶ崎駅から駅前の県道天ヶ崎池田線を北上し、伊丹市を経て川西市の中心部に至る幹線。中心となる56系統は、日中は20分間隔の運行。以前は、阪急塚口発着の57系統も、56? 系統と同じダイヤパターンで運行されており、両系統が重なる区間では10分間隔となっていたが、2020年12月17日ダイヤ改正において、土休実は57系統が40分ごとに減便されて間隔は揃わなくなっている。かつての56系統は、阪神天ヶ崎から川西の瀬口を経て池田との、 間を結んでおり、運行本数もピーク時の1970年代で、現在の倍以上あった。しかし、並行する JR 宝塚線の輸送改善や、道路渋滞による影響で、客離れが進み、川西池田間では、国道176号の渋滞による遅延も多く、発生していたこともあり、数字にわたり、減便を強いられる。 1991年2月20日に、川西の瀬口駅の南側に川西バスターミナルが開設され、川西での折り返しが容易になると、同日の改正から昼間以外は、天が崎・川西間の運行となり、その後1997年10月16日の改正により東源大線と同時に、池田への乗り入れは廃止された。それ以後も、産業道路では、 阪急神戸線や JR 宝塚線を及び国道176号との交差点や片側1車線の区間を中心に渋滞が発生しやすいポイントが多かったが、鉄道2路線との立体交差化や2005年の全区間片側2車線以上への拡張完了により遅延は減少している。阪神天ヶ崎停留所は元は阪神がつかず、ただ単に天ヶ崎と称していたが、 2009年11月1日の改正で阪神バスと同じ阪神山ヶ崎となったほか利便性の向上の目的として他の停留所でも並行して運行している他社局と名称を揃える措置が取られた2018年10月1日より川西バスターミナルを阪急川西の瀬口に解消しさらに2021年10月16日からは 阪急川西の瀬口駅に再解消されている。阪急 JR 伊丹と阪急川西の瀬口との間を結ぶ路線。前述の甘ヶ崎線よりも西側の地域を走行する。かつての系統番号は八十番台だったが、改変により、現在は六十番台となっている。おおむね日中は二十分ごと、朝は八から十二分ごと、夕は十五分ごとに走る六十二系統がメイン。 その他、早朝や夜間は出入庫の関係で総幹部前で、分岐して北村沖終点とした60.61系統も運行される。70系統は、伊丹営業所前から JR 伊丹間の改装を兼ねた系統で、土日祝日の日中に一往復のみ運行。伊丹北の口北の口 JR 伊丹間を経由する阪急バス唯一の系統となっている。 阪急痛みを出て、すぐの区間に共愛路があり、バス同士の円滑な離合を図るための専用信号機が設置されている。その関係で、運用につく車両も信号機に対応するアンテナを搭載した専用車となる。2009年11月1日の改正で、JR 伊丹発着の62系統、64系統、70系統が新設された。 2020年12月17日改正までは JR 川西池田にも一部が乗り入れていた。伊丹市と豊中市を東西に結ぶ路線。経路上で大阪国際空港の滑走路の下をくぐる。阪急伊丹大宮川原発車間は、伊丹市 A バスの25.26系統と並行する。当初から設定されている84系統に加え、2002年には、 イオンモール伊丹の開業に伴い81系統が2009年11月1日の改正では営業所発着の82系統が新設された。各系統を合わせるとイオンモール伊丹と夜中間では毎時1の2本が設定されているが阪急伊丹や営業所まで運行するものは本数が少ない。イオンモール伊丹停留所には JR 伊丹東口の副名称がついており、 同駅とは停留所付近にあるペデストリアンデッキでアクセスしている。既存の JR 伊丹停留所は福知山線の線路を挟んだ西口側にある。2009年11月1日の改正では営業所発着となる82系統4モール周辺の渋滞回避のため土日の81系統を運行休止とした。これにより、 82系統とイオンモールを経由しない84系統が交互に走り、おおむね1時間ごとの運行となった。しかし、土日のイオンモールと夜中行きが約2時間に1本と少なくなるため、2010年12月18日に再度改正が行われ、土日に81系統が追加、代わりに84系統が大幅に減便された。なお、十一系統。 82系統の新設に伴い、従来からの84系統も含め、国名小学校前から豊中間の経路が、従来の一方循環から豊中折り返しの往復同一経路に変更された。2021年4月12日より豊中停留所が阪急豊中駅に改称。その他競馬の開催日や姫路競馬の場外発売日に、ピストン運行される臨時路線。 車両は、運賃箱や、カードリーダーを撤去した専用車が充当される。専用の方向幕には、兵庫県競馬組合の馬のキャラクターが描かれている。JR 天ヶ崎発着の系統は、天ヶ崎市営バスが従来運行していたもので、2009年5月からの共同運行を経て、2012年4月3日より、完全に移管された。競馬場では、 西側に設けられたロータリーに発着しているが、2013年のナイター開催開始後は客席に隣接する、東側にも乗り場が設けられた。阪急塚口と JR 天ヶ崎を結ぶ58系統は2010年8月1日のダイヤ改正で新設され、天ヶ崎市交通局、阪神バス、天ヶ崎市内線との共同運行を行っていた。阪神バス、 天ヶ崎市内線とは、系統番号を揃えて、便数を設販し、平日は28往復、度休日20往復を設定、昼間は30分間隔であった。2017年11月1日のダイヤ変更にて、阪急バス便は、平日朝夕の角に往復のみに削減、度休日は運行取りやめとなり、2019年4月27日のダイヤ改正で、阪急バス便は、 平日朝一往復のみとなった。また、2019年7月26日の阪神バスのダイヤ改正で、同社便は、塩へ一丁目停留所新設に伴う、経路変更を行ったが、当社側の58系統は、当該停留所を無停車扱いとしたため、ダイヤ改正と経路変更は実施しなかった。そして二千二十年十二月十七日に残った一往復も、 減便という形で廃止となり、阪神バスのみの運行となった。58系統では後ろ乗り、運賃後払い方式の阪急バスに対し、阪神バス、天ヶ崎市内線は、前乗り、運賃先払い方式のため、阪急塚口小浜間の停留所には新たに、天ヶ崎市交通局の標柱が設置されたほか、乗車方式等の違いを喚起する看板も置かれていた。 55系統は57系統の一部便の改装区間を延伸、営業路線化したもの。この系統でピッコロシアターイナン塚口本町以北を通しで乗車すると同区間を直進する56系統より乗車時間がかかってしまうため、阪急塚口を通過する直前まで LED の行き先表示は経由地である阪急塚口が大きく表示されていた。 高校幕車の場合は、阪急塚口、伊丹営業所前館で、青字の幕を掲出して運行する。なお、2020年12月17日のダイヤ改正で57、系統に、系統番号が統合された。82系統の池田乗り入れは1997年10月に廃止され、その後1998年12月の改編で62、系統に改版となる。 80系統は1998年12月の改編の際、北村阪急痛み系統を往復化の上60系統に改版、合わせて川西北村間の61系統を新設した。64系統は2020年12月17日に阪急川西の瀬口 JR 川西池田間の運転を取りやめ、62系統に統合された上で、 系統としては廃止となった。伊丹市南部から天ヶ崎市北東部を結ぶ路線。運行末期の2020年9月時点では、伊丹営業所 JR 著名寺阪急園の玉を運行する88系統が平日のみ1日に往復運行されていた。過去には、阪急伊丹や阪急塚口発着の系統、JR 著名寺阪急園の玉の区間系統も存在した。 85系統は JR 著名時に立ち寄らない系統である。元はこれが88系統を名乗っていたが、1981年に稲寺駅が開業してからは、同駅に立ち寄る系統が88系統となり、立ち寄らない系統が85系統に改版された。同時期に阪急塚口発着の89系統が新設された。 JR 著名寺阪急その田両駅間を結ぶ路線バスは、東路線の他に阪神バス、天ヶ崎市内線の二重系統があるが、双方の経由地が異なり、北寄りの電脳やその田競馬場を経由する阪神バスに対し、こちらは山陽新幹線の高架沿いを走行した。ワンマン海前は、門川を渡ると、河原宮から北に向かう、曲がりくねった京愛路を通り、 その出所前から、天ヶ崎市立その出小学校の横を通って、稲寺に抜けるルートを走っていたが、このルートは、かつての有馬街道の本堂でもある。1998年12月25日の、改変で85.89系統が廃止された。2009年11月1日の改正では、阪急伊丹、伊丹営業所前間の運行が取りやめられたほか、 JR 著名寺阪急園の玉の日中の運行間隔を40分ごとから60分ごとに減便。2014年8月27日の改正では日中を中心にさらに本数が削減され朝、昼、夕方から夜間にそれぞれ1から3往復となった。2017年11月1日の改正では平日の日中と夜間、土休日の 全便が削減され、平日の朝、夕方に各1往復ずつのみとなった。そして、2020年9月25日の運行を最後に路線廃止となった。大祭臨時バスのルーツとなった路線。末期は1日3往復のみとなり、1998年12月25日の改正で休止された。国道171号上では、 豊中西宮線と並行する。阪神東口停留所は、方向幕では、阪神西宮東口と表記された。また、阪急門戸停留所は、国道171号の門戸立橋西交差点にあり、門戸薬人駅からは離れている。伊丹西宮線と同様に、1998年12月25日の改編で休止された。 甲府橋を渡るところまでは、道線と同じ経路で、橋の西側で、向川沿いの兵庫県道114号、西宮宝塚線に入り、向川線と同じルートで、甲子園口まで運行していた。旧天ヶ崎営業所時代の路線。阪急伊丹から稲寺に向かい、その脱所な工事塩へ国鉄天ヶ崎を経由して、阪神天ヶ崎方面に向かう系統があった。 阪急痛み及び JR 痛みから阪急石橋まで運行する系統である。阪急石橋付近の経路は往復ではなく、一方循環となっている。県道天ヶ崎池田線上では、天ヶ崎線と国道171号上では、豊中西宮線と並行する。かつては1時間間隔の運行だったが、1998年12月25日の、 改正より1日朝昼遊郭2本ずつの計6本に減便された。2009年11月1日の改正で廃止。ミノーマーケットパークビソラへのシャトルバスで2003年10月1日より運行を開始。2004年1月4日まではこの系統の他に無料の臨時便も運行されていた。2011年12月より石橋営業所に移管された。 ラッピングが施された専用車が重当されたが、専用車は移管前から同営業所の出張所である千里中央車庫に常駐していた。石橋営業所が運行を担当していたが、1998年の改変時に移管され、2017年11月1日の改正で福岡大営業所に移管された。西宮市内にある西宮恵比寿や門戸役人において、 毎年1月に大祭が行われる日に限り、伊丹方面から臨時のバスが運行されていた。経路は1998年12月25日まで運行されていた伊丹西宮線のものを引き継いでおり、国道171号上では豊中西宮線と並行する。時刻表は1月初め頃から公開されるが、奇襲県の阪急伊丹と、 西宮恵比寿を除き、乗客向けには発車時刻を公表していない。中間の停留所では、臨時便を運行するという旨の掲示が行われるのみである。半球門戸停留所は、門戸役人へは北に1トルほどの距離がある。半球門戸は、現地の表中での表記であり、臨時バスとしての案内状は、門戸役人と称している。西宮恵比寿発着の系統については、 エビス様の絵が描かれた専用の方向幕が用意されている。また、西宮エビス向けの臨時バスには、西宮北口発着の系統もあった。なお、2016年以降は、西宮エビス、阪急門戸系統ともに休止している。伊丹市は、伊丹市営バスが、天ヶ崎市は、阪神バス、天ヶ崎市内線が存在するため、 両市ではそれぞれ両社局に同調した210円運賃で、それ以外は220円になるため、天ヶ崎市と伊丹市にまたがる路線、天ヶ崎市、伊丹市、その他の市、または、伊丹市、その他の市にまたがる路線は、区間性運賃を採用し、伊丹市、または、天ヶ崎市で完結する路線は210円均一となる。岡町線は、伊丹市 A バスと同乗区間は210円。 それ以外は220円で、同調区間外から、同調区間内にまたがっても220円と、特殊な運賃形態である。2020年6月現在55台が在籍し、大型4メーカーが揃う。1995年に、阪急キュバスとしては初めて、日産ディーゼル製の車両が当営業所に配置され、2004年頃では、UD 車の比率が高かった。また、 AT 社も在籍している。二千六年頃では純粋な大型車の導入は少なくなる代わりに中型ロングボディ車が増えていたが中型ロングボディ車が生産中止となったため二千十年代以降は大型車の導入に戻っている。甘がさ線はかつては旺盛な需要に応えるため千里ニュータウンエリアや鹿島線同様に大型ロングボディ車が大量配置されており中には ツーマンバスをワンマンカーに改造した3、扉車なども存在していた。桃源台線は大型車が共愛路を運行するため専用の無線アンテナを装備した車両を使用。また、廃止されたその打線も共愛時運行のため中型車が配属されていた。阪急バスでは2010年以降車内に液晶ディスプレイ導入時に車内放送を変更したが、 東映業所は遅く2013年以降に液晶ディスプレイ導入と車内放送を変更したが発車時の放送が他の営業所と異なり他の営業所は発車します。ご注意くださいと放送するのに対し東映業所は発車します。ご注意願いますで放送し発車します。のイントネーションも他の営業所と異なっていたが2016年以降他の 営業所の発車時の放送が発車します。釣り革手すりをお持ちくださいに変更し、当営業所もそれに変更したためあたり営業所、独自の発車放送は消滅した。ありがとうございます。